名古屋市の東山動植物園。アジアゾウの新しい命が誕生しました。ゾウの赤ちゃん、生まれてすぐに立ち上がろうとします。生まれて3日目、お乳を飲み始めました。日本の動物園では珍しいゾウの出産。動物園の舞台裏を取材しました。2013年3月4日、アジアゾウの子供は生まれて35日目、初めて報道機関に公開されました。私たちは動物園の近くにある杉山女学園大学の学生です。これまでに成功例がない日本人チームによる自然保育でのアジアゾウの出産飼育を映像記録にまとめました。アジアゾウの妊娠が分かったのは2012年秋。10歳のメス、アヌラ、初めての妊娠です。76年の歴史がある東山動物園でもアジアゾウの出産は初めてです。お腹の中に赤ちゃんがいます。お父さんはコサラ、8歳です。アヌラとコサラは2007年にスリランカから東山に来ました。アジアゾウの公開記念式典を始めてまいります。当時は5歳と3歳、まだ子供でしたが、関係者からは2世誕生の期待が寄せられていました。東山ではスタッフがチームを組んで動物の世話をしています。飼育技能長の佐藤正弘さん、アジアゾウ飼育チームの中心です。やはりあの象のことをよく知って、危険のないような形で飼育をするという、これがまあ飼育アートとして一番大切なことだと思います。出産予定の2013年1月に入りました。象の妊娠期間は20ヶ月から22ヶ月。アヌラは順調です。動物園では出産の準備を整えていました。市民版で飼育係長の茶屋光一さん、この日は休みですが様子を見に来ました。茶屋さんは今回のチームのリーダーで準備状況を教えてくれました。拭いたりするために出さなきゃいけないんですけど、外に。でその時にこれで押し出したりとか、あるいはこれで逆に押し出せない場合はこう引っ張ります。そうだ、この道具ですね。超音波の検査で胎児を確認すると、随分前と違ってお腹の下の方から上の方に上がっちゃって、もういつでも出れるような位置には来てるんですね。だからもうそろそろかなというふうには思ってます。飼育スタッフは監視カメラを設置して常に観察しています。これは超音波での検査、胎児の様子を確認しています。血液検査もします。1937年に開園した東山動物園。アジアゾウは特別な存在です。
開園から間もなく戦争が起き、治安維持を理由に猛獣類の射殺命令が出されました。しかし東山はアジアゾウを大切に守りました。戦争が終わり平和が戻った時、日本にいるアジアゾウは3頭だけ。東山にはマカニーとエルドがいました。子供たちが全国からゾウ列車に乗って東山に来ました。子供たちに明るい夢と希望を与えてくれました。1月25日、はいよ、はいよ、血液検査で黄体ホルモンの値が低下しました。これが下がると1週間以内に出産が始まります。スタッフは出産に備え24時間体制に入りました。野生ではメスを中心とする群れで生活するアジアゾウ、動物園での出産は危険が伴います。初めて子供を産むゾウは痛みでパニックを起こすことが多いです。出産直後に母親が赤ちゃんを攻撃するケースも相次いでいます。飼育員が死亡する事故も起きています。1月29日午後9時ごろから出産の兆候が出ました。まもなく破水しました。陣痛が激しくなり、アヌラは体を鉄の扉にぶつけます。アジアゾウは野生動物なので、身の安全を守るため、夜に出産することが多いと言われています。赤ちゃんが入っている体膜が少し出てきました。赤ちゃんが出てきました。出産です。赤ちゃんは体膜の袋を抜け出して動き始めます。赤ちゃんは立ち上がろうとします。しっかりと立ち上がることはできません。赤ちゃんをひとまず母親から分け、体の状態をチェックします。ここメスの赤ちゃんでした。見えます？静止画でも後でできる。暗くなっちゃう。体重は何キロあるのでしょうか。体重計に乗せます。一本ずつね。ちょっと待てよ。130キロもありました。体の長さは131センチです。お母さんも健康です。生まれて1時間ほどが経過。しっかりと立てるようになりました。周りを見つめる目、大人と比べると短い鼻、
赤ちゃんというよりは小さな象といった感じです。今回の出産、特別な道具を使うこともなく、母子ともに健康な安産でした。出産は無事終わりましたが、子どもの飼育はこれからが本番です。室内をきれいにして、お母さんと子どもが一緒に生活する環境を整えます。乾燥を持ってきて、乾燥乾燥した草を溝の部分に敷いて、赤ちゃんが危なくないようにします。飼育で最も難しいのは、赤ちゃんに母乳を飲ませる授乳です。お母さんが子育てをしないと、動物園では人工飼育をしますが、人工飼育では成長過程で骨が折れたりして元気に育った例はほとんどないのです。扉を開けて向こうへ入れて、これからの進め方を慎重に検討します。赤ちゃんをお母さんと一緒に生活させ、母乳を飲ませる必要があります。赤ちゃんをお母さんの見えるところに連れてきました。アヌラはどういうわけか反対側の隅の方に行ってしまいました。赤ちゃんもお母さんが誰かわからない様子。スタッフは心配します。その時でした。アヌラが鼻で草を体の上に上げてから、赤ちゃんの方に歩み寄ってきました。じっと赤ちゃんの姿を見ています。鼻で赤ちゃんを撫で始めました。自分の産んだ赤ちゃんだと分かったのでしょうか。赤ちゃんをお母さんの近くに連れて行くことにしました。しかし自分からは母乳を飲みません。これから授乳の訓練が始まります。アヌラは東山に来る前、コサラと一緒にスリランカのピンナワラ象保護繁殖センターにいました。ここは親を亡くした子どもの象や怪我をした象を保護しています。象の孤児院と言われています。この子だ、アヌラ。アヌラ象の孤児院から東山に来た2頭の象、今では動物園の人気者です。妊娠する前に撮影したアヌラです。アヌラ頑張ってキープして。動物園では飼育員が常にトレーニングをしています。妊娠6ヶ月頃のアヌラです。飼育員がバックしてと指示するとちゃんと後ろに下がります。あの返事は、はい、よし、おいで。返事もします。そう、はい、じっとして、はい、トロン、大丈夫大丈夫、車横になるように指示します。そう、はい、トロン、よいしょ、
何の返事は？まだまだ腕に開いたってよっしょよし、こっちなっとん。象を係留する訓練です。そう、いいよ。片足を上げさせ、もう片方の足を動かないようにさせて係留します。大きな上げちゃう。あ、何をしない。これは検査のために耳の血管から採血する訓練です。飼育員の指示で象は耳を動かさないようにしています。そうそう、大きく大きく、そう、大きく待って。そう、こうした訓練は象の健康を守るためにとても大切です。そう、このような訓練や飼育員の取り組みが出産を成功させる支えになっています。上手でした。じゃあもう一回バックして、バック、そう、バックして、はい、じっとして、はい、前足前足、よっよっよっ、まだまだ、そう、はい、じっとして、はい、後ろ足、そうそう、後ろ足後ろ足、頑張れ、よっよっ、あいよーし、上手、よし、あやのお座りして。生まれて3日目を迎えました。赤ちゃんはお母さんとの同居を始めました。この日、初めて授乳が確認できました。翌日の映像です。赤ちゃんはお母さんと一緒の生活に慣れてきたようです。お母さんのそばを離れません。歩き方もしっかりしてきました。父の飲み方が少しずつ上手になってきました。お母さんの左右2つあるおっぱいを変わる変わる吸っています。お母さんのアヌラもお乳を飲ませることに慣れてきたようです。お乳が飲みやすいようにそっと足をずらすような仕草、母親としての愛情も感じられます。赤ちゃんの飼育で最も難しい授乳というハードルを超えられました。授乳の様子を飼育員が常にチェックしています。生まれて13日目です。赤ちゃんは安心して眠る時間が長くなりました。それから1週間が経過、生まれて20日目です。赤ちゃんは元気よく動き回っています。休園日の動物園、来園者のいない静かな園内、そこにテレビ局などが取材に来ています。
この日、ゾウの子供が初めて報道機関に公開されました。生まれて35日目、初めて飼育室の扉が開きました。外の運動場を見ます。アヌラは一瞬外に出ますが、子供が気になってすぐに室内に戻りました。アジアゾウの子供はこちらを覗いていますが、警戒しているのかなかなか出てこようとしません。初めて見る動物園の外の景色、ゾウの子供にはどのように映っていたのでしょうか。子供の目は好奇心であふれているようです。とても可愛いです。これまでの飼育で一番気を使ったことは何ですか。赤ちゃんが生まれること自体、東山動物園初めてのことなんですよね。それから自然保育になったというのも国内3例目で、日本人だけのチームで自然保育に成功したというのも初めてのことなんですよ、国内で。母親の母乳を初めて飲んだところがやっぱり一番嬉しかったですね。東山は初めてですし、私自身も初めての経験ですので、まあ、いろんな意味で、まあ、もちろん勉強になりましたし、まあ、今後の、まあ、東山動物園のゾウ飼育についての一番、まあ、基礎になるというデータがある程度取れたのかなというふうには思いますね。アジアゾウの子供は一般公開されました。そして市民から愛称が募集されました。それでは発表いたします。どうぞ、はい、お愛称は、桜に決定いたしました。東山で初めて生まれた象なので、桜のように綺麗に誰からも好かれるように育ってほしいという願いが込められています。戦争中、アジアゾウを守り抜いた東山動物園。ここで新しい命が誕生しました。国内で6例目となるアジアゾウの出産。日本人飼育チームで初めて成功しました。出産を支えた動物園のスタッフ、動物園に新たに仲間入りしたさくら、私たちに命の大切さを教えてくれました。